遺骨と向き合っていつも考えていたのは、皆さんおはようございます。私は具志堅高松と言います。皆様こんにちは。辺野古から今日は沖縄のメッセージをお届けしたいと思います。How do you say solidarity in Japanese? 連帯。連帯? Let's all say it together. Yonaguni Jima Island 200. Ishigakajima Island 600. Miyakajima Island 800. Amami Oshima 600. And Tanegashima, Magaji...ケビン・メア、その総領事ところに、米軍は実際に11月5日に、私たちが考えてて、ちょっと芯になりつつあること。2015年から陸自建設の反対運動に関わっています。私たちは、そんな大きな、組織でもありませんし、弱小ですけれども、なかなかその、しつこいもんですから、ことごとく何かあれば、私たちは、抵抗すると、意思表示すると、行動するということを一貫して、この、8年はやってきてます。だからよく奄美で言うのは、琉球の与と、薩摩の与と、アメリカの与と、与っていうのは世代の世って書いて、そういう時代があって、で、今は、まあ一応、鹿児島に属してるっていうで、いつもどこかに翻弄されてた。ただそれをそういうふうに理解してる人は少なくて、島の人は、自衛隊が来てくれれば、いろいろ助けてくれるっていうか、まあ、一番大きいのが自衛隊が入る4、5年前に大水害がありまして、小本の集落の中に、沖縄島から米軍にその土地を取られた人たちが、やむなく親子で、石垣島の感じでまた再び、手のために苦しい思いするというのはやっぱりちょっと離れて人間にとってもやっぱり自分ごとのように痛みをすごく感じるということね。それが本格的になったのは、2019年の5月頃だったと思います。それに集まってきたのはやっぱり女性たちが中心だったというのが私の記憶で、非常にだから女性たち の動きはおばあちゃんの会議でもそうですけども、やっぱり、男とは違う重みのある踊り。ウルーマーは米軍基地との関係でいうと、要するにこう事故の街闘争がね、これまでに行われてきたと。本部というところがあって、アメリカは民主主義の国だというふうにずっと言われていると思います。それはでも実は翻ってみれば、私たちは自分たちは欲しくない基地をずっと沖縄に押し付けてき続けて、今こそ日本の人々ももちろんアメリカの人たちにもこの問題は自分のことだと、我がこと